どうもお疲れ様です今日は9月1日になりましたね9月のスタートということで月末月賞が絡むんでちょっと長めに、えー、今月を見ていこうかと思います同時に週の一番お尻ですから金曜日ですから今週がどうだったのかなってことも同時に捉えていかなくてはなりませんですんでねちょっとねくどくどと周りくどいところが出てくると思いますさらに話がねシンプルにはしようと思うんですけどもややこしくなってくる部分がありますから ちょっと慣れてない方はね、あ、月末とか月初にはこういうことやってるんだなっていうふうにぼんやりと構えていただければと思います。最後の方では材料の方も一緒におさらいしていくことになると思いますので、まあ材料の方はね、ついてこれるという方が多いと思いますんで、そちらの方を重点で見ていただいてもよろしいかなというところです。はい。まずはね、月が変わりましたので、必ず月足を見てください。今ご覧いただいているのが月足なんですけども、 そうですねロシアがウクライナに侵攻したのがこの辺りでぐんぐんと伸びていったってところがこれがね記憶に新しいところですそっから介入が入ったのがここですよ介入が入ってドドーンと価格が落ちて152円から137円あたりまであ120あこんなにいったんだね127円だ 127円まで叩き落とされました。私も認識を間違うぐらいね、すごい動きだったんですね。それからまた上昇圧力っていうのが続いてますから、結局トレンドの方向に戻ってきて今に至るわけなんですけども、上昇圧力の限界どういうことかっていうと、実際に介入が入ったのがここ、介入の影響があったのがここまでってことなんで、今十分勢力圏内に入ってるわけですよ。 その中で145円っていうのは、前回、本当にね、数週間前に、先月か、先月、口先介入があったところなんですよね。まあ、ですんで、ここっていうのは、はっきり言って、いつ介入が起きてもおかしくないところではあるんですが、ただね、この、円安に向かうって言っても、急速に向かったら介入が入るんですよ。でも、緩やかに向かう分に関しましては、市場経済を維持しながらなんで、介入が入らないんですよ。 で、この見分けをまずつけきおきましょうっていうのが今日お話したいところでございます。またですね、ドル円の相場で、為替の相場でお話しますと、ドルの量と円の量のバランスで価格っていうのが適正価格っていうものが弾き出されます。現在のところ、ドル円で言うと160円が実はね、バランスなんですよ。だから実際は、円安に進むにしても、まだ十数円の余力があるってことなんですよね。ただからそれが急速に向かうのか、 ゆっくり向かうかによって、介入が入ったり入らなかったりするってことを抑えておきましょう。で、現在、上昇圧力の限界って言いますけども、まだね、月足の方では上昇圧力が続いてますけども、貝足の方では上昇圧力が鈍ってることが今回の解説で確認できると思います。はい、それでは、週足です。週足は週に一回見に来ていただきたいんで、本来なら月曜日に見るところなんですけども、今日はね、月末月初っていうことなんで、合わせて見ていきましょう。 ほら週末で覚えてらっしゃる方が多いのは W は右辺が強いっていうのがここに出ていたってことですよね W は右辺が強いっていうふうに申し上げたところこのネックラインを越え,えてね大きく上に突き上げたところで利益を多く出された方もいるんじゃないかなと思いますさらにこちらに押し目があるこれを押し目というふうに考えられるのが大事なんですよその後でさらに強く伸びるよっていうところでさらに大きな利益を取ってくださったのが FX オリガルヒの皆さんですよ で、この3個の陽線ですけども、三平って言いますよね。この三平が4つ目の陽線に繋がらないよってことも、私の事前にお話した通りです。で、陰線が2つ続いたわけでしょ。これなんでね、三平なのに、もう上昇が続かないっていうふうな法則とは逆のことが起きてるかっていうのは、この法則説明でも十分納得されてる方もいると思います。三平でも、 だんだん短くなるような要線の並びっていうのはもう上に行かないんだよと。上昇圧力が抑えられてきてるんだよってことです。逆に言うと、徐々に伸びていく三平っていうのはもっと上昇する可能性があるよってことなんで、同じ三平でも意,も意味が変わってくるでしょ。ここを抑えておきましょうってうお話も再々させていただいております。昨日もおとといもしましたよね。はい。そしてですね、三平の後に下落が起きたんですけども、でも全体としては上昇圧力が続いてるんで、 こここのののネックラインを超えててて上上方に上がるよよ。っっいうのも実現しましまたってことなんですよだからこの長期の時間軸でもきちんと取引ができるのはこういった今私が解説したようなことを抑えられていれば長期だろうが短期だろうが見えるわけですよただ1時間っていうのを軸にして私は考えるんですけども1時間以下の買い足15分とか5分とか特に1分っていうのはランダムウォークって言ってランダムに影響を受けやすいギャンブルに近くなるんですよね で時間軸が長ければ長いほどつまりは週足とか突き足になればなるほど今度はファンダメンタルとか国家間の情勢とかに影響しますんでテクニカルが生きてきにくくなるんですよねまあ、ですんでそういうのも加味しながら長期足っていうのを見ていかなくてはいけませんそうなってくるとテクニカルが一番通用するのは1時間とか4時間になってくるわけですよその中でも私たちのライフスタイルに合致するつまりは副業から始めて徐々に本業ねっていう人はやっぱり1時間がいいですよね 一時間っていうのは朝6時に見て、3、4時間後の朝午前中にもう一回見て、お昼かお昼過ぎにもう一回見て、夕方見てって感じで、3、4時間に一回見に来れば、10時間とか12時間を3、4回のチャートの閲覧でカバーできるんで、取引もそのタイミングで考えることができて、あの最小限の時間でですね、最大限の効果を上げやすい。しかもライフスタイルは壊さなくていいんで、非常に副業向けなんですよね。で、副業向けでありながら、 あの専業にも使えていけるのが1時間とか4時間のいいところで専業になってさらに稼ぎたい人は週の取引もそれに入れていきましょうっていうこととか材料をあえて狙っていきましょうっていうふうなね新しいテクニックを使っていくことになるんですよつまりはテクニカルからファンダメンタルを利用して稼ぐっていうフェーズに入った時に大体年収で1000万単位ということになってくるというのが全体像です はい、ちょっと余計なことを申し上げましたけれども週足で思い出してくださることも結構多かったんじゃないかなと思います週足で今お話したことっていうのは事前にこうなるよって言ったことが後から追随して実現したことばかりですので週足っていうのはね実はね予測がしやすいという時間軸にもなるというところなんですよこの辺もこれから徐々にお話していきますねで次、えー、日足を見ていきます日足はどういうふうに進んでいくかというと上昇トレンドは当然あるわけなんですけども でも、最近は横ばいになってきたよねって話が多くなってきましたね。上昇も限定的だとかね。そういったことを抑えていてなかっていただくと、えっと、月足とか週足っていうのは上昇圧力が十分あったという形になりましたけども、日足になってみるとね、あんまり上昇圧力を感じれないような場所に入ってきたなっていうところが見て取れるんですよ。これが見て取れるだけで日足を見に来た斐はあるってものです。はい、次です。4時間。 4時間軸はどうでしょうかテクニカルにだいぶ近くなってきましたよねそこで見ておきたいのはまあ例えばねいろ,いろ見たいところありますけども今日は2点に絞ってお話します移動平均線とローソク足の位置です基本的には移動平均線の上にローソク足があるときは上昇トレンド中ですで移動平均線に絡むと弾かれて上に行くっていう特徴もありますけども弾かれずに下に回っちゃうと下落トレンドが始まるんですよ で、ここで下落トレンドが始まったかなと思ったら、そうじゃなくて、もう一回ね、上の方に上がってきたんですよね。で、今、ここから突き上げて、下に下げられてね、材料で。移動平均線の下に来ちゃいましたよね。だから、ここから下落トレンドが始まるんじゃないかなと、上昇が終わったんじゃないかなっていうふうに気づくことが一点。もう一点は、上昇トレンドの終わりに出る特徴として、こういうふうなね、ロウソク足が出ることが多いんですよ。私がよく言うのは、ロウソク足がインセント溶線横並びで、 形もヒゲの形も似てるようなやつっていうのはそこまでの動きが反転して逆方向に進みやすいんだよってことをお話しすることがありました。また、一本の長いヒゲで作られた一本のローソク足の時にもそこまでの動きと逆方向に動くっていうようなね、転換のサインっていうふうに感じることができるんですよ。この二つの要素を噛み合わせた時に上昇トレンドで来ていた4時間とか1時間の流れが 下落にに転じるるでではなかかろうかっていうという考えることができますただし日足週足月足っていうのは相変わらず上昇の勢いを保ってますんであくまでも限定的に4時間までの範囲で下落が一時的に起きるんじゃないかなってことですよねさらにもう一個補填するとしたらこれがあれでしょ包み足になってるわけでしょ包み足っていうのはどういうことかっていうと包み足の右側の特徴に準ずるわけですから長い陰線に準じて 下の方に行くってことも考えられるんですよ。だから方向性がね、こうやってあらゆるところから一致してるところを考えると、今後は4時間っていうのは下落に向かうっていうふうな判断ができるんですよ。はい、じゃあ次1時間行きましょう。1時間をご覧いただくと、まあ、ここはね、材料ではあったんですけども、こういうふうな形になりました。ちなみに材料だって、時間が経てばテクニカルの一部に溶けていきますからね。材料っていうのは、その瞬間は材料なんですよ。 でもこうやって振り返ってチャートを見た時にこのチャートの形から多くのテクニカルトレーダーさんは次の価格予測をしますので私たちがすることはその多くのこうトレーダーさんがね特に資金の多いトレーダーさんが何を思ってどこに資金を傾けるかってことを予測していく中でこの形の中で上級の投資家さんが資金を傾けていくのはセルの方だよねって判断ができるんですよ。 で根拠は今までお話した通りのことばかりですはい、ということなんでね今日1時間で解釈するときにはセルで利益を取っていくっていう方針が成り立ちやすいですそのために今すぐに決断するんじゃなくって例えばね、午前9時までに本当にセルの方向に動くのかなってことを確認していくとかそれでもわからなければ午前中しっかり使って正午ぐらいまでにその時間を使ってですね 下の方向に本当に行くのかなその特徴はもっと増えないかなっていうふうに確認していくっていう作業になります。そして、決断ができた時にエントリーっていうことになります。昨日とかおとといみたいに、この価格を超えたらこういうふうにしますよっていうふうな、あの、目算がね、はっきり立っている時は私も口に出していますけども、ただね、私はね、皆さんのトレードを、こう、お手伝いはしていますけども、ここで買いましょうっていう命令はしませんのでね。ただ結果的には私の言った通りになることが多いんで、 あのお届といとか特にね利益を出された方が結構多かったと思いますあの30ピップスとかね40ピップスとかっていう利益が初めて出たみたいな報告も何件か受けましたけどもあのその時に大事なのは私のの言うう通りにあっっってて利益が出たでではちょっと不安なんですよ自分の考えと私の考えがほぼ一致したんで決断を取ってみたらうまくいったっていうことでしたら自分の力も使ったってことなんでね私も良かったねってことになるんですけども 私のトレードをなぞることを期待したりとかね、しない方がいいですよ、それは。ただ考え方はもうテクニカル真っ当なんで、あ、なるほどねって思えることを増やしていただきたいってことはあります。はい、じゃあ1時間までご覧いただきましたけども、エントリーするポイントを決断するのには、やっぱりね、もうあと多少時間かかりますんで、ここでの決断は特にしません。ただ、セルの方向で今日は取れていくんじゃないかなっていうのと、上昇の圧力ってのは今まで通りにはいかなくなったよ。特に1時間とか4時間の範囲ではっていうふうなことを皆さんにはお伝えしておきます。 はい、そして今日特徴的なことは何が起きるかというと材料があるんですよねこちらです米国雇用統計が本日の21時半に起きますので深夜にポジションを取られる方はここは外しておいてくださいねはいそれではね材料全体像を見ていきましょうちょっと話が長くなりましたけども今日は月末月初なんでご容赦くださいねじゃあカレンダーを見ていきますこれはさささっといきますえっ、ー、とまずは8時50分に 軽いですすけども材料がありますねで私たちは日本とアメリカのだけを見ていくっていうところで割り切ってますんでこちらの失業率の発表ですとかね赤いのが続きますよね IMS とかとにかく今日は21時から24時の間まであのアメリカ時間でかなり揺れますんであのほとんどの方はねもうポジションを外して今日はね夕方ぐらいには FX のことを忘れるっていうふうな気持ちで明日明後日同土日も過ごしていただきたいと思います はい。そして、えっ、ー、と、土日が休みで、月曜日になりますけども、月曜日になっても多少ね、あの、揺れてるところがあると思いますんで、いきなり朝から、あの、エントリーをしないようにしてください。少なくとも9時からにしてくださいね。マネタリーベースの発表もありますんで、8時50分までは基本的に、えー、トレード、ポジションを持たないっていうことがよろしいかと思います。まあ、これはいつものことですよ。いつもいつも、あの、朝6時とか朝9時でエントリーできることってのは少ないんでね。だから少なくとも9時までは、 あの日本の発表を待つってこととにした方がいいと思い思ますで月曜日はそれ以来何もないですねで月曜日はテクニカルが生きる日ですで火曜日も大した材料は入ってこないんで、まあ、オーストラリアもありますけども、まあ、日本にはあんまり影響ないかなと思いますねで火曜日もテクニカルの日ですね特に夜もあんまり材料が入ってないんで月火はあのー、今週同様テクニカルでやっていきましょう で、水曜日ですけども、水曜日も GDP のオーストラリアがありますけども、あんまり気にしなくていいかなと。えそして夜アメリカでもちょっとね、ISM があるのか、うん。水曜日の23時は結構揺れると思いますので、月か水は通常通りあのテクニカルで過ごしていただいて、そして木曜日の朝ですよね。この嵐が収まるのをちょっと待ってトレードってことになります。で、その木曜日ですけども、木曜日自体の材料はないですね。 うん、だからこの IMS の影響がどのくらい残るかってことをいわゆる高くなった波が、ね、どのくらいまで定まっていくのか収まっていくのかってことを見る木曜日の朝になってきますあとは、ね、木曜日も通常通りのテクニカルでやっていけると思いますので,、うんですね、だから来週も結構テクニカルが活かしやすいんでは儲けやすいんじゃないですか、うんはい、金曜日ですけどもご覧のような材料が入ってきますねだから朝は用心ですね金曜日の朝 それぐらいですかあ,あ、だから、36週目になりますけども、来週は。これまたね、あの、別のまとめ動画とか作りますけども、あの、FX オリガルヒの方はね、うん、テクニカルが十分発揮できる週になるというふうに考えられます。え、それではちょっと長くなって申し訳ないんですけども、今回は以上です。えっ、ー、と、話しすぎたんでね、もしかしたら、 あの、初めの頃に話したことって忘れちゃったかもしれません。まあ、すいません。普段はね、15分も話しませんので、5分くらいでまとまるようにしますので、今回だけご容赦ください。それではお疲れ様です。また別の更新でお会いしましょう。